今スコアボードが変わっているところ、センターに大和、そしてピッチャーにオ・スンファンと変わっています。さあ9回表、今度はジャイアンツ長野からの攻撃です。まずはスライダーから、まあ、通常ですと試合の流れ的にはもうタイガースに来てるんですけど、はい、同じようにやはり野球は何があるかわからないということですからね。いや、もちろんそうですね、はい、先頭打者が出ました。長野工藤さん、今の話の続きで、ですから逆にこの先頭打者を取りたいですねと話をしようと思ったところだったんですが、はい、そうですね、あの初球ねスライダーが入りましたね、これねまっすぐね、はい、あの今日は本当にあのアウトコースのボールに対して食らいついていくんですね。ですよね、やっぱり長野はあの調子も上がってきたなという証ですね、はい、今日3安打。さあそして鈴木貴博が、とっておきの鈴木貴博が同点のランナーとして塁に出ました。いや、これ工藤さん厄介ですよ。そうですね、そして代打には堂上武弘、昨日は勝負どころで、まあ、昨日はスタメン出場だったんですが、二塁一塁のところでショートゴロゲッツーを打ってしまった堂上、彼としても期するものがあるでしょう。さあ、それと工藤さん、一塁ランナーの鈴木なんですが、はい、これ堂上ですからバントはおそらくないということになると、そうですね、ここはもう堂上にあの託してる人が打てでしょうね、はい、今シーズン盗塁は4つ、はい、はい、でもここはね、9回で大事な走者だから無茶はしないと思いますけどね、まあ、相当な、要するに 100% の確率でないといけない場面ということですもんね。そうですね、はい、今シーズンは4回トライして4回とも成功と、一応確率としては 100% の鈴木、この人はトータル212盗塁して46失敗ですから、おっと一塁牽制、ワンバウンドになってタイミングも際どかったんですがゴメスが取りました。したがって生涯の盗塁成功率が8割2分2厘というこの鈴木です。今シーズンあれは能見の時ですかね、はい、牽制失敗もありましたけどね。そうですね、去年は11盗塁で2つ失敗、今年はまだ失敗がありません。ピンチヒッターは堂上、次はピッチャーのマシソンですから当然また代打が登場、高橋由伸でしょうかだと思ってます。ランナーとの間合いを図りながら打者との勝負、オースンファンです。フルスイングしました、空振り。まあ、工藤さん、この鈴木の足ということを考えると、何らかの形でとにかく2塁に進めるという形はジャイアンツとしては欲しいことは欲しいと思うんですけど、もちろんそうですよ、そのために使ってるんですけども、はい、逆に言うと阪神バッテリーはその足を警戒したあのゆえにリズムを崩さないことが大事ですね、はい、バッテリーとしては、まあ、オースマハンもやっぱり自分はもう絶対的に抑えられるんだっていう自信を持っていく、あの行こないとですね、はい、やっぱ打者をやっぱり攻めていくっていう方が大事だと思いますけどね、バットをかすりました、ファウルボールです。これでワンボールツーストライク、追い込みました。あ、挟んでますね。あの本当単純な思考で言っても、バッターにヒットさえ打たれなければ3つのアウトの間にランナー帰ってこれないわけですからね。そうですね、はい、ただ数多くこの鈴木は盗塁を決めて2塁に、そこから内野安打あるいは犠牲フライでホームインとかっていう、一つ塁を取る力があります。147キロわずかに外れました。
この上も5月12日に登録されて、そのゲーム即スタメン、前田健太からタイムリーツーベースを放って、その後一軍に定着してます。落ちる球、空振り三振、ランナーは動けず、この上三振でワンアウト。マシソンとは交代賞に自慢のストレート、ストレートという形ではなかったですね。そうですね、はい、で今のフォークボールも先ほど際のボールと判定されましたけど、やっぱりそういうところに打者が目をつけてますよね、はい、で全く同じような感じのところから真ん中ですよね、真ん中からインサイドより、やっぱり打者はもうそのボールをもう打つ気ですから、はい、ああいうボールは有効になりますね。なるほど。さあ代打構成は高橋由伸です。ワンアウトランナー一塁、先ほどご紹介したように去年オスファンから9回2アウトからホームランを打っている高橋由伸、さらにその後ろには阿部が控えています。まあ、今年はホームラン数は少ないとはいえ、この辺りは非常に脅威です。2対1差はわずかに1点。スーファン梅野のバッテリーはストレートの配球のパーセンテージ少ないですね。そうです、今も変化球ですけど、いいところから入りましたね、はいはい、高橋由伸にしたらすごくボールに見えたんでしょうね、この回から梅野がマスクをかぶっています。牽制球がワンバウンドしたり、今のように低めに行ったりするたびにこう歓声が上がりますね。そうですね、なかなか緊張度高い場面です本当に、はい、でもいいですよね、牽制の仕方のタイミングもいいと思いますよね、今度は間合いをあまり置かずに投げました。今の西岡のあれですね、ジェスチャー見ますと静止しないとボーク取られるよっていうなんか、まあ、そういうのがあるんでしょうね、見ててね、はい、以前にゴメスが岩田にそういうアドバイスをしたという場面が今シーズンありました。手は出しません。2ボール1ストライクです。鈴木も構えはしますけど、やっぱりなかなかこうスタートを切るという隙がないですかね。そうですね、やっぱり阪神バッテリーも警戒してるなっていうのはすごく感じてると思うんですね、で本当に 100% 以上の確率がもし仮にあったとしても、その行く勇気っていうのはね、はい、なかなかこの場面ではないかなというふうに思いますけどね。梅の肩いいですしね、はい、ストレート148キロ2ボール2ストライク。高橋が今のボールに少し腰を引いたような仕草を見せましたね。そうですね、今外に構えたんですけど、逆球ちょっとなりましたけれども、インサイドに来たボールに対して反応がちょっと薄い感じしますよね、はい、さあ変化をつけるか、ストレートでいくか。しかしこの辺りはしかし経験という、ね、財産がオスファンにはあります。そうですね、キャッチャーの方が、ね、もうちょっとどしっとした形で構えていかないと。ここはちょっとしたバッテリーミスも許されません。あっとセンターに当たりだ、クリスポをつないでいく、鈴木は2塁ストップ。高橋由伸、オースファンからセンター前、ワンアウトランナー二塁一塁。そうですね、そういえば今シーズン橋本が
同点打を9回に打ったその前にこの高橋由伸が代々出てセンター前にねオズマンから打ちました。そうですよね、これの相性もあるでしょう。今フォークボールですよね投げたの、その前にまっすぐを投げて、はい、高橋由伸が反応しなかったんですよね。そうですね、ということは変化球その前のフォークボールとかいうのは際のやつを見てるんですよ、はい、ですから変化球待ちっていうのはすごく感じられましたよね。なるほど、まあ、ここまでの投球の中ではいつものオスファンよりはこのストレートの数が少ない配球になってますが、いやー工藤さん、さすが伝統の一戦は簡単に終わりませんね。そうですね、寺内がピンチランナーとして登場、ジャイアンツ側からすればこのランナーも逆転のランナーということになります。鈴木が同点のランナーが得点圏に行きました。そしてこの人がいました、バッターは阿部、今日はスタメンから外れました。インサイド外れます。ただ工藤さん、もうこうなると守る側としてももう打者勝負、真っ向勝負という形になりますよね。そうですね、はい、まあ、外野の位置、今ご覧いただいた位置ですから、鈴木の足、ファーストゴロになった、ゴメスが取ってトスしました、ランナーそれぞれ進塁、しかしアウトカウントは2つになりました。さあ女神はどちらに微笑むのか。まあ、進塁打にはなりましたけどもね、まあ、それでもね、はい、ここはもう打者に、もう集中できますよね、まあ、こういう場面というのはリリーフで何度も経験してるわけですから、さあ二塁三塁と同点と逆転のランナーが得点圏に行って、代打は橋本、4月19日このカード6回戦、この大津ファンから9回右中間突破の同点ツーベースを打っている橋本登場。外野も今度は前に出てきました。さあ大勝負になります。あの時のツーベースは初球のストレートでした。外外し気味に投げてボールワンです、まあ、積極的に振ってくる橋本ですから、今初球としては様子を見たという形なんでしょうか。そうですね、はい、コントロールに自信ないわけじゃないですから、はい、大津ファンはやっぱコントロールに自信ありますからね、インサイドカット気味のボールが入っていきました。低めですが決まってワンボールワンストライク。いやー行き詰まる熱戦になりました。終盤大きな動きがありました。ツーアウト二塁三塁、さあこれで追い込んだ、ワンボールツーストライク、甲子園のコールがここから変わります。足元が捉えば同点あるいは逆転、大津ファンあと1球で仕留めれば試合は終了。あと1球コールの中、結果はいかに。呼吸するの忘れちゃいそうですね。そうそう本当に本当に行き詰まる場面です。
ツーボールツーストライク、橋本がしかし落ちる球を1球見ましたからね。次が勝負球、勝ちました、逃げ切りました。